タン食べ過ぎたわ。お腹いっぱいだわ。お腹いっぱい。よいしょ。ね、めっちゃよかった。ちょっと荷物を出てくるよ、ね。だから、パスタを食べてもらえる。お酒、お酒飲む。よく知らない？え、でもマジちょっとだけだからさ、その間だけで。ちょっと女の子一緒にできないからだね、ちょっとすぐだから。1分ね、1分ね、分かった。その間だけはでかい。ちょっと移動できるね、一回。失礼します。どうも、はじめまして、ミカドと申します。もしよかったらブランケットの方、お名前聞いてもよろしいですか？飲み物どうなさいます？スラットとテキーラ。スラットとテキーラいきますね。ちなみに僕もテキーラいただいてもよろしいですか？いや、やっぱね、担当さんも来るし。あ、無理ですか？あはは、OK です。お願いします。今日どっか担当さんと行かれました？いや、ちょっとなんか焼肉の匂いがしたんで、どっか行ったんかなと思ってお聞きしたんですけど、合ってますよ。いやいや、とんでもないです。僕も肉大好きなんで、ちょっと気になってどこ行ったんかなと思って。ああ、そうっすよね。あ、そうなりますよね。いや、申し訳ないです。僕もご一緒いただいてもよろしいですか？前についていったら行ってないんだ。いや、何が落ちてんの？いや、すいません、ちょっとお一人にできないのと、ちょっと僕もレイ君と仲良いんで。名前、スタッフ名前って言ったんだけど。あ、そうなんですか。すいません、ちょっと申し訳ないです。でもせっかくなんで、僕もちょっとご一緒に乾杯したいんで、いただいてもらおうか。無理ですか？水だけでもいいですか？いや、ごめんね、遅くなっちゃって。待ってた。大丈夫だった？うざい。うざい？どうした？なんかあったの？うざい。うん。苦手ね。そんなことなかなか言われないけどね。意外とゆっくりで話したいからさ、一回抜けてもらってもいい？ああ、そうなんですか。じゃあ、ちょっと一回抜けます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。すいません、申し訳ないです。ただ乾杯してくれるの優しい。失礼します。なんで？でも、ヘルプやないって言ってたけど、やっぱ女の子主人に渡したくないから。せっかくお店に来てるんだったら、ちゃんと接客したいし、キャスト、僕がいない間は大事な仲間にキャストをつけたいと思う。変なやつってことやから、それでいいんだけど。あ、でも、そう思っちゃうのは確かに。ごめん、そう思わしちゃったな、俺が悪いわ。ヘルプにあげてるわけじゃないし、うん、レイクにあげてるのかな。そうだよね、確かに。あの立場からしたら、まあ、そう思うのは、まあ、普通のことだし、俺その気持ちは俺も分かる、確かに。でも、まあ、さっき言った一人にさせたくないっていうのと、みんな大好きだし、は俺のこと好きって言ってくれてるじゃん。で、俺もめちゃめちゃ好きなんだ。だったらずっと静かについてればいいじゃん。でも、さっきみたいにちょっと荷物を置かなくちゃいけなかったりとか。荷物置くくらいならすぐ持ってこれるでしょ。それはごめんね、渡しちゃって。確かにちょっと長かった。でも荷物以外にもちょっとやっぱりどうしても、わざわざお金払ってくれるから変なやつ住みたくないんだよ。それはごめん、考えてなかった、俺が悪い。それはそれはごめんね。いや、でも、みんな大好きだからこそ、俺の好きな人を
好きな人に好きになってほしい。だからまあもっと出会えていくか、ちゃんとこれからは考えて、不快な思いしないように。え、レッツ、うん、話すことできない。大丈夫ね、うん、大丈夫ね、俺がしたくないよ。なんで意味が分かんない、どういうこと。せっかくなら、みんなのことしてほしい。レッツ何言ってるの。でも、俺はこの仕事をする限り、まあ仕方ない、まあ、仕方ないことって言ったら申し訳ないけど、やっぱりどうしてもそれは回避できないし、そこは分かってほしいし、大好きなヘルプのことも分かってほしい。もうだるいわ。ヘルプ作るならお願いし、知れがダメなら帰るわ。でも俺は入ってほしくない。入ってほしくないですよ。はいはい。今少しの時間でも長くいたいか。いや、もう帰るわ。あ、まあ、じゃあそこまで言うんだったら、俺はさっきも言ったけど、オンリー女の子にさせたくないし、まだ来たばっかしだけど、帰ってもらおうかなけど、いいですか。帰る。本当に帰っていい。俺は帰ってほしくないよ。でも帰ってほしくないけど、帰るって言ったじゃん。でも仕方ない、だって帰りたいって言うし、それだったら帰りたいって言ってるだから、本当は一緒にいたいけど、じゃあごめんって。俺はそんな中途半端なことしたくないし、それだったらじゃあ分かった、仕方ないって思っちゃう。じゃあ私のこと嫌いってこと。いや、嫌いとは言ってないじゃん。大好きだけど、でもやっぱりオンリーにはしたくないし、させられないから、そこまで言うんだったらだけは違うよ、兄ちゃん。そういうことじゃない。なんで何だって。違う。何で、わかんない。待って、ちゃんと話そう。大好きな〇にそんなことしてほしくない。私のこと嫌いってことでしょ。嫌いとは言ってないじゃん。帰れって言ったじゃん。俺の仕事を理解してくれないから、今も言ってられない、ここには座らせられない。応援してくれてる気持ちはめちゃめちゃ嬉しいけど、そこも理解してくれない。でも帰れって言ったじゃん。そう、だから理解してくれないんだったら帰ってほしい。ほらさ、いいわ。でも俺は一緒にいたいと思ってる。してくれてる気持ちめちゃめちゃ嬉しいし、大好きだよ。変なやつ好きな人さ、うん、帰れって言ってた。不快な思いさせちゃったのは俺が悪い。本当に不快。うん、でもこれについてきてくれてるなら、俺の仕事のことも理解してほしいし、せっかくなら好きな人たちのことをもう知ってほしいって気持ちがある。だから俺も変なやつ。じゃあ変なやつはもう絶対つけ。プライバット。うん。約束して。うん。約束する。変なやつはマジで無理だ。ちゃんと、話があって、楽しいって思える人をつけるから。失礼します。はじめまして。カルマです。なんか、はい。なんか、いろいろあったみたいで。ちょっとね、はい。ちょっとヘルプがちょっと嫌やったみたいで。安心してください、僕ヘルプじゃなくて霊をより際立たせるスーパーアシスタントなんで。何言ってんの。いや、安心してください。ほんとめっちゃ尊敬してる先輩で、カルマさん、なんか俺が全然入ったばっかしの頃からすごい面倒見てくれてて、マジでそのすごい俺人見知りなんだけど、そんな俺でも特に話してくれて、マジで誰とでも仲良くなれるタイプの先輩なんだよ。だから〇にも絶対相性いいと思う。本当に面白いから仲良くなってほしい。そしたらこれからもっと楽しくなれると思う。え、〇さんはなんか趣味とかあります？
料理来た。僕料理めっちゃ好きで、調理師関係持ってるんですよ実は。料理の何が得意ですか？スパゲッティ、かわいい。パスタと言わずにスパゲッティってなんかかわいい。いいっすよね。トマトですよね。トマト系ですよね。ちょっと違いそう。ちょっと考えない。たぶんカルボナーラだ。たぶん得意の。たらこ。うわー、たらこね。一番食べたい。ぜひちょっと、レイ君にいつか作ってあげてください。たらこ。食べたい。うん、めっちゃ好きなんよ、たらこパスタ。最高だよ。女の子にたらこスパゲッティ。ね、あーいいなー。これも家に作りたい。俺も家に作りたい。俺もタラコ作りたい。無理だ。大好きだから食べたいな。なんか悲しくないよ。大丈夫。絶対美味しいわ。ね、せっかくだからさ、カラマさんも一緒に飲んでいい。一緒に飲みたい。みんなで。楽しませるぜ。お願いします。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。優しい。本当はタラコスパゲッティ食べながら飲みたいけどね。ここで、でもせっかくなら2人で一緒に食べたいな。わあ、それは食べたいわ。独占やん。俺も食べたいのに。食べたい。だよね。まだまだ早い。これからね。これから。いただきます。乾杯。嬉しいこれって話してて大丈夫だった。ギリギリ今はね、まだギリギリからギリギリからスタートで、これからこれから。え、ちょっと次来た時もまたついていいですか、ヘルプ。うん、スーパーヘルプ。お前らはあんまいいよ。いい。うわ、ツンデレだ。優しい。優しいわ。あー、いい。本当はやないけど。本当はね、本当はね。でも嬉しいわ、そう言ってくれて。めちゃめちゃお疲れ様です。いやー、でも彼女の言ってることは分かりますし、まあ確かに僕が反対逆の立場だったらそう思うこともあると思うんで、気持ちは分かるんですけど、でもやっぱり僕のことを応援してくれてる人はみんな好きですし、好きだからこそ僕の仕事のことを分かってほしいんで、まあ最初は彼女は言ってましたけど、まあ最終的には理解してくれてヘルプとも仲良くなってくれそうなんで、僕もすごい嬉しいですし、こうやって理解してくれる子がいるからもっと頑張ろうと思いますね。はい、めちゃめちゃでかいですね、僕にとって。ヘルプがいなくちゃやっぱり一人じゃ何もできないんで、女の子連れてきてもやっぱり他にやることはありますし、一人じゃできないことの方が多いんで、ヘルプの存在ってすごいでかいですし、だからこそみんなのこと大好きなんで、助けてもらってるからこそ僕もヘルプをもっと頑張ろうって思います。ありがとうございます。